ヘルマン・ブール・ハーフェ、ヘルマン・ブール・ハーフェは18世紀前半に活躍したオランダの医者、植物学者、ライデン大学に学ぶ。科学者として創造的な業績を残すことはなかったが、優れた臨床教育を行った最初の人物とされており、現代の臨床教育システムと臨床病理カンファレンスの基礎を確立した。西洋の医師の半数を指導したと言われるほど多くの 医師を育てた人物である。かつて、オランダで発行されていた20ギルダー紙幣に肖像が使用されていた。ヘルマン・ブールハフェは1668年に、ライデン近郊のフォールハウトにおいて、牧師の息子として誕生した。大学では、哲学と神学を専攻したが、同時に、医学、植物学、物理学、科学、数学等の講義も聴講し、 いわばあらゆる分野の学問を収めたのであった。22歳の時に哲学博士の学位を取得。25歳では医学博士となったが、これに備える勉強の傍ら植物学と科学の研究も続けていた。35歳の時に解剖学と科学の講師となり、41歳で医学と植物学の教授に任じられた。医学部の教授に任命される以前からすでに多くの 学生がよそからライデンにやってきて、彼の講義を聞くようになっていた。彼が臨床講義を始めると、学生数は一層増え、亡くなる前年には97名の者が受講していたが、うちオランダ人学生は37名に過ぎず、60名はヨーロッパ各地の出身者というありさまだった。彼が成去した時は、全ヨーロッパの弟子たちが心から彼の死を言ったんだので、あった。 文科には、オランダの医学者、ゲラルド・ファン・スー・イーテン、スウェーデンの植物学者、カール・フォン・リンレラ、優秀な学者がいる。日本の蘭学に及ぼした影響も大きい。ライデン大学学長、パリ王立科学アカデミー会員、ロンドン王立協会会員。アフリスミデ・コンヤ・シェンデス・イ・キューリーン・デス・モービス、1728号は、植物の学名で命名者を示す場合に、 ヘルマン・ブールハーフェを示すのに使われる。ABC ・茨城保、漫画医学の歴史医学書院、ISBN 978から4から260005739。ボーホブ、ハーマン。レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2011年12月11日、閲覧。ありがとうございます。